愛媛新聞と愛媛 FC が連携し、愛媛 FC のホームゲームで最も印象に残った選手を選出するあなたが選ぶ MIP。 5月に選ばれた選手はこの3人です。まずは頼れるチームの守護神です。背番号1番ゴールキーパー小玉剛です。5月6日コンサドーレ札幌戦で MIP に選んでいただきありがとうございます。まあ、僕個人としては、まあ、別に連戦だろうと、いいコンディションで臨めたつもりですし、チームとしても、まあ、やっぱり実際疲れてたとしても、まあ、やっぱりプロとして、お客さん見に来てくれてる中で走り切らないとダメな、試合だと思うので、そこは絶対に言い訳にならないと思うので、まあ、そこの部分はあんまり関係ないといえば違いますけど、本当に苦しい中でも戦っていかなきゃいけない試合だとは思います。家の近くにある木助の湯で、あの天然温泉に浸かって、まあ、水風呂と40度のお風呂交互に入る交代浴して、やっぱり疲れを毎日とってますね。最高ですね、木助の湯。いつも応援ありがとうございます。チームが掲げている目標を達成するために、選手たちは日々練習しています。僕たちを少しでも後押ししてください。エンジニアスタジアムで待ってます。応援よろしくお願いします。続いてこの日2得点の愛媛の10番です。背番号10番フォワード瀬沼裕二です。5月17日京都参加戦で MIP に選んでいただきありがとうございます。2点ともゴー君からすごいいいパスが来たので、あとは決めるだけだったので、あと、苦しい時間帯に一歩リードできるタイミングで得点ができたところはすごい良かったんじゃないかなと思います。温泉によく好きなので行って、歩くところがあるのでそこで歩いて少し水中ウォークをしてコンディションを整えています。交代浴も サウナと水風呂でやりますし、それをいつも2セットやった後に歩くところがあるのでそこで5分くらい歩いてでコンディションを整えています。いつも応援ありがとうございます。今勝ったり負けたりでなかなか連勝を積み重ねることができてませんが、連敗を絶対したくないのですぐ連敗を切って、で一つでも多く連勝を積み重ねられるように頑張っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。最後はチームを引っ張るキャプテンの登場です。背番号18番フォワードの西田剛です。5月31日横浜 FC 戦で MIP に選んでいただきありがとうございました。持ってるとしか言いようがないです、はい、持ってるんですまあ意識はしますけど、まあ、こんな古巣相手にマサが取れるとは思ってないんで、正直自分自身もびっくりはしてます、はい、まあホーム同様アウェーも同じ気持ちで戦ってはいるんですけど、まあ僕も正直わからないところがあって、アウェーでやっぱり勝ち点を取らないと上の順位にはいけないし、そういった意味で、まあ、ホームで勢いづかしたのをアウェーでは持っていきたいという思いがあるんですけど、それがなかなかうまくいってなくて、それをなんとかアウェーでも勝ち点1でも取れるように、今後していきたいというふうに思っています。いつもご声援ありがとうございます。皆さんの期待にもっともっと応えられる試合だったり勝利をたくさん届けれるように、これからもプレーしていきたいと思いますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。最後に檜山監督にお話を伺いました。ホームではいつもこうサポーターの人に背中を押してもらえて本当にいいゲームができてるんだけど、まあ、アウェーでなかなか、まあ、勝てないのがちょっとこう課題かなと。もちろんアウェーはそんなに簡単に勝てないんで、もう少し勝ち点を拾っていくことも含めて頑張っていかないといけないなっていう思いがあります。
何分男の一人暮らしなんで、あんまり楽しんでることはなく、だいたいスーパーのお惣菜コーナーにもうどこに何があるっていうのはほぼ 100% 把握してる。今日はどのオイルサーディン買おうかなと、どこ の会社のやつを、それぐらいですよ。あんまり楽しくないけど、でもまあ地味に楽しんでます。やってみたいこと、そう、釣りはね、やりたいと思ってずっとやれてないのでやりたいです。今本当に勝ったり負けたりが続いてるんですけども、今力をつけなければいけない時だと思うので、しっかり踏ん張って頑張っていきたいと思うので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。あなたもホームゲームを観戦し MIP に投票しませんか？当日配布されるマッチデープログラム裏面の QR コードを読み込んで投票サイトへアクセス。結果は試合の2日後の愛媛新聞紙面で発表です。今後のホームゲームのスケジュールはこちらです。